ゴルゴフで今期は全て予選通過。国内女子プロゴルフブリヂストンレディスオープン5月18日国内女子ゴルフツアーのブリヂストンレディスに渋野ひな子が出場する2ヶ月ぶりの日本滞在で今季国内ツアー初戦ということもあり多くのゴルフファンが注目する一戦となる 17日のプロアマ戦後の会見でも相変わらず、シブコフ氏が飛び出し、周囲を和ませてくれたが、今季米女子ツアーでの状況を聞かれると、その表情は真剣になった。ここまで7戦に出場して、トップ10入りは3月のドライブオン選手権。7位タイだけだが、すべて予選を通過している。正直、もうちょっと予選をちょっとか苦戦するかな、という感覚はありました。でも、予選を通過して、なんとか戦っていけています。 予想はしていなかったことで、その分、地域というか、そういう力がついたのかなと感じています。ビッグスコアが出せる状況ではなかったけれど、耐えるゴルフができている分、プラスにはなっています。ただやはり、試合するたびに自分に対しては厳しくジャッジしているのも事実で、当然、今の結果に満足はしていないようだった。アメリカツアーで、プロゴルファーとしてやってるからには、上を目指さなきゃいけないっていう気持ちがあります。 去年はそれを忘れかけてたかなって思うところがあってそれがだんだん戻ってきた感じがありますもっと強くなりたいとかそういうのを思い出したりしています日本のファンに新星渋野ひな子を見せられるかそのためにも取り組んでいるスイング改造をいち早く完成させて自分のものにしたいという気持ちはある6月からはメジャーが立て続けに控えているためそこに照準を合わせる選手も多い 6月、全米女子プロゴルフ選手権、7月、全米女子オープン、エビアン選手権、8月、英語女子オープンと続けて、メジャーが4つあるので、1年間でメインの期間になるというのは、オフシーズンから思ってました。みんなそこに照準を合わせてきてるとは思いますから。 過酷な連戦が続く中で耐えるゴルフができていることに合格点を挙げていたがやはり優勝争いするにはビッグスコアを出すことも必要となるスイング改造に時間をかけるつもりはないと今季米ツアー初戦の本ダ LPGA タイランドでも語っていたが自身の集大成をぶつける場が6月からのメジャー4試合と渋野日向子は位置付けていたそのためにも今大会は日本のゴルフファンに新生渋野日向子を見せるいい機会でもある ゴルフの内容もそうだが、貪欲に結果を求めてほしいものだ。正直もう少し苦戦するかな渋野日向子が、日本で振り返った米国での1ヶ月半。渋野日向子が約2ヶ月ぶりに日本に戻り、明日から今季の国内初戦に臨む。コースで会った選手たちと笑顔でハイタッチするシーンや、楽しげに話す姿も見られる。久々に会う選手だったり、いろんな人に会えたのは嬉しいですね。と、その声は明るい。 ただ、米国での試合と同様に、今週も左手にはテーピングが見られる。帰国後は治療もしていたというが、元気ですと心配の声を吹き飛ばした。今月上旬に行われた、米ツアーの国別対抗戦、ハンファライフプラスインターナショナルクラウンを終えて、一時帰国。そこからは家でぐうたらして過ごしたと明かす。姉と買い物に行くなどリフレッシュも、実家にいる愛犬のついたち、作も覚えててくれた。 手足をバタバタタししててくれて笑いと癒しになったようだ一方でゴルフ面については自分の記憶を振り返りました。この2年間アメリカでやってきたことを去年の自分と比べたりしてと頭の中で整理を続けた。指導を受ける青木翔コーチにも一度も見てもらっていない。ゆっくりしていましたととにかく米国生活での疲れを抜く時間に当てたことが伺える。 正直、もう少し苦戦するかなと思ったけど、今のところ全試合、予選も通って、なんとか戦えていることは予想していなかったと、3月からの自身の記憶を振り返る。2月下旬からのアジア2連戦は予選落ちがない大会だったため、3月下旬から出場した、米本土での試合が本格的な開幕とも言えた。そこからの5試合は、メジャー大会、シェブロン選手権を含み、すべて決勝ラウンドを戦った。 LPGA ドライブオン選手権では7位に入るなど、ここ最近はビッグスコアを出せる状況ではなかったですが、耐えるゴルフができていたかなと一定の評価を与えている、左手の影響もあり、練習量が減っていることも、米国では明かしていたが、その中でアプローチやパターで耐えてきたのが、この期間の話。 もともと持ち玉がドローの渋野の雛子は現象として現在フェードの球が出ているがそれについては打ちたくて打ってるわけではないけどスイングを変える過程でそれは仕方ないと青木さんにも言われているし今はそれを利用しているとも話す目指しているのはストレートに近いドローボールでそれを打てるよう試行錯誤を続けるが現時点ではまだ半分くらいかな無理にドローンを打とうとするとスイングが崩れると割り切ってプレーしている 今週のコースは6573ヤードのパー71とあって、距離が長く感じられるホールも点在。グリーンがめちゃくちゃ綺麗で、周りのラフが難しい。グリーンもピンと同じ面に乗せないと、アイアンの精度が重要と見ている。耐えるゴルフができているから、プラスに考えているという、米国でのプレーもそのまま生きてきそうだ。照準にしているのは、KPMG 全米女子プロゴルフ選手権。 6月22日から全米女子オープン。7月6日からアムンディエビアンチャンピオンシップ。7月27日から英語女子オープン。8月10日からと今後続いていく4つのメジャー大会。そこに合わせてスイング面などもさらに磨き上げていく。去年はすれかけていたもっと強くなりたいという気持ちを思い出したという熱い気持ちでゴルフにも向き合えている。アメリカは日本ほどギャラリーが多いわけではないし、全然違いますね。 鳥肌がが立つくらいの緊張感があります久しぶりに渋野ひな子のプレーを見る日本のファンもその姿を楽しみにしているだろうが渋野ひな子自身もホームで戦うことにワクワク笑顔で明日一番手に向かっていく渋野ひな子打ちたくて打ってない程度化のやむにやまれぬ事情告白今週のブリヂストンレディス18日開幕愛知中京 GC 医師の C で今季国内ツアー初参戦 開幕前日の17日は、プロアマ戦に参加した後、公式会見で臨み、球筋についての話題にもなった。渋野日向子は緩やかに右から左へと曲がるドローヒッターだが、新たに取り入れたスイングで戦う今季は、右方向に曲がるフェードボール中心で戦ってい、渋野日向子は、フェードが打ちたくて打っていない。スイングを変える過程で、そうなるのはのはしょうがないと、コーチの青木さんも言っていて。 それを嫌がっちゃいけないと思っているし、今はそれを利用してゴルフをしていると説明。無理やりドローを打とうとすると、かえってスイングを崩す恐れがあるというだけに、現状を受け入れているという。理想形については、今はまだまだ試行錯誤している段階。しっかりスイングできるようになれば、ストレート系のドローを打てるようになると、青木さんも言っている。もともとドロー系だし、それで戦いたいという思いはあると先を見据えた。渋野日向日向、渋野日向。 1998年生まれ、岡山県出身。2019年の英語全米女子オープンでメジャー初制覇。同年は国内ツアーでも4勝をマークし、賞金ランキング2位と躍進した。2020-21シーズンは、スタンレーレディスゴルフトーナメント、樋口久子、三菱電機レディスゴルフトーナメントで勝利。昨季は米ツアーを主戦場に戦った。国内ツアー通算6勝。サントリー所属。